皆さんこんにちは、リリーです。今回の動画はこちら、 GU でたくさんお買い物してきたので購入品紹介をしたいと思います。またね、試着しながら進めていくので、よかったら最後までご覧ください。それでは早速レッツゴー。まず最初は今着ているこのニットワンピースです。肩の部分の切り返しもこの肩の位置じゃなくってずれてるので、どのサイズでも好みで着れると思います。まあ、S サイズでも入ったし、それはそれちょっと華奢な感じに見えてありやったんですけど、丈感が結構変わったんですよね。 S サイズだと本当に膝下5センチ10センチぐらいかなっていう感じだったんですが、 M サイズにすると長さが結構変わったので、まあ、これは長めの丈でショートブーツとか合わせて履きたいなと思ったので M サイズにしました。ちなみにこれ外すとこんな感じになってます。ベローンと大きい生地と細い生地に分かれていて、これをこういう風に前で緩く結ぶだけ。ちょっとこなれ感があってめっちゃ可愛いですね。まあ、このブラウンカラーは今季のトレンドではありますが、特に来年になっても再来年になっても着やすい色味やなと思ってこれにしました。ちなみに今はなんかタートル着てますけど、マネキンはここがレースになっているインナーを着てました。なので中をね、入れ替えるだけで印象も変わると思います。続いてはこちらです。ソフトリッチストール、素材はアクリル 100%、ワンサイズでお値段は1490円。めっちゃ出てますよね、ストールとかこういう防寒具。無難な色もありつつ、結構派手めなチェックも多かったし、いや可愛い、めっちゃ大きいよ。まあ、手をこう広げた長さが身長やとも言われてるじゃないですか。まあ、ほんまかどうかわからんけど、私162.3cmあるんですけど、手広げたサイズよりまだでかいです。超でかい。うお、かわいい。このベージュアクリル 100% でもあったかい。まあね、毛とかには負けるけど、ちょっとした防寒具には全然使えます。しかも1490円やったら、ね、普段は試しにくい色をチャレンジするのも、まあ、気軽にできるし、いつもやったらもうブラックをね無難に選ぶんですけど、今回ベージュにしてみます。うわ、静電気やばっ。ほら見て、毛立ってるわ。わ、すごい、見て、ほらくっついていってる。うわすごい、見て、うわやば。あー嫌やな、これお風呂入るときまたパチパチになるやつや。まあでもいい、1490円やったらありあり。お次はこちらです。商品名はオーバーサイズハイネックニットチュニック長袖、色味31番のベージュを選びましたが、これなんと9色展開ありました。それでは早速着てみようと思います。着てみました。でもね、ちょっとこれを一緒に紹介するわ。今ニットにパンツに靴下ってだいぶ変態みたいな格好してるから下は映されへんねんけど。はい、続いてはこちらです。スキニーパンツ、そのまんまやな名前。ちょっと伸びますね。はい、このパンツなんと990円にセールで安くなってました。これを何店舗か回ったんですけど、いろんな店舗で在庫がまだたくさん並んでたので、もしかしたら皆さんの近くの GU にもまだあるかもしれません。安すぎひん、990円。今まで、ブラックのパンツとか普通のデニムパンツとかは履いてたけど、ブラウンは試したことない。ちょっと何外してるって、これ外したら元の値段出んのかなと思って。あ、こっちちゃう、こっちか。こういうの楽しくない？だいたいセールで買ってきたら元の値段何個やったかって見んのが一番楽しい。これ慎重にいかんとね、元の値段ごと剥がれちゃうから、綺麗に剥がそう。よいしょ。元の値段は1490円ってことは500円お得。ふふー、履いてみます。よいしょ、履けた履けた。結構ね、ぴったりしたスキニーパンツなので、こういうオーバーサイズ、あ、ちょっと待って、中のタートル脱ご。今この上のニットとスキニー履いたんですけど、こういうぴったりめなパンツを履くときは
結構ボリュームのある5つ目のブーツなど合わせるとバランスが取りやすいかな。ちなみにこのブーツもプレイルっていうめちゃくちゃプチプラブランドで2500円ぐらいで買ったものです。でもこれも素材アクリル入ってるんですけど全然チクチクせず、気持ちいいです。私肌がちょっと弱いので冬場とかチクチクするセーターを着ると赤く痒くなっちゃったりするんですけど、これ今直に着てるけど全然チクチク感はないですね。いい感じや。あたりこの色も買おうかな。蛍光色もありやし、他にも合わせてみようかな。ちょっと待ってて。はい、今ですね先ほどの GU のスキニーパンツに前回動画でアップした超無難なタートルニットを出ます。結構ぴったりめのやつなのでアウターはちょっとゆるく短めのものを羽織って大人っぽいかっこいい女性な感じ、ブラウン使いやすいな。はい、続いてはさっきのニットに黒いスカート合わせてみました。足元同じ黒いブーツですけど結構雰囲気変わります。ベルトでウエストマークをして視線を上に行くように、これをすると結構スタイルアップして見えるみたいなので、ゆったりめのトップスを着るときはこういう感じでベルトでブランディングします。このベージュの色が結構グレー混ざったようなベージュなので黒っぽいのにもすごい合わせやすいし、ブラウン系にも合わせやすいし、これめっちゃ便利な色味かも。いい感じ。はい、続いてはこちらパール&メタルヘアピンセット。こんな感じで、まあ頭につけるもよし、例えばなんかバッグのところとかにつけてて必要な時にポチッと使えるように買ってみました。もうピンなんですけど、まっすぐのピンじゃなくってこういう風な形になってるのでアクセントになりそう。さあ続いてのお品がラストです。スイングメタルピアス、ゴールドを購入しました。これね、前はこんなデザイン、シューンって曲がってるものにパールがついててキャッチがすごいんですよ。ここがチェーンになってて、この後ろに螺旋状になってモチーフがついてるので重ねてつけたらこんな風に見えます。かわいい。だからこの前だけでシンプルに使いたいときは後ろ普通のキャッチにすればこれだけでも使えるし、前をシンプルな一粒のね石のやつとかにして後ろのこの波だけ見せて使うもよしやし。かわいすぎひん？もう久々ズキュンってきた。超好みのピアス、やっぱ GU パトロールはいかなダメですね。ということで GU 購入品は以上です。今回はトレンドカラーのブラウンカラー多めに購入してみましたが、別にこのトレンドが終わったとしても来年でも再来年でもどれも使えるものなんじゃないかなと思います。ちなみに、ウブ検診行ったんですけど、お腹の中にいる赤ちゃん、1回目の検診では3匹お腹にいるかもねって言われてたんですが、2匹だそうです。もうこれは確定っぽいので、いや今もうずくまって寝てる。もうね、出産まであと2週間を切ったので、もりもりご飯も食べてもらって元気な赤ちゃん産んでもらえるように、引き続きサポートしていきたいと思います。そのねムービーもまだずっと撮り続けてるのでお楽しみにしててください。さあ今回の動画が良かったよって思ってくださった方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。